はい、どうもタンタンです。こちらコアロハオピオシリーズですね。タイで作っておりますオピオシリーズから、こちらソプラノロングネックですね。 KSO の02でございます。オピオですね。今回もまたちょっとサップも入ってたりカーリーは結構出てるアカシアなんですけれどもね、結構綺麗な木目の1本入荷してきておりまして、はい、こちら今回入った中の1番ですね。こちらでございます。コアロハらしいね、非常にまあボリュームももちろんありますし明るい音色ですよね。その辺はハワイ製のハワイアンコアのモデルとねかなり共通する部分もあるのかなと思います。作りなんかはね本当にそっくりですし、そのあたりは、できるだけねコストダウンを図ってますけれども、しっかりとしたものを作ろうという感じがすごく伺えますね。はい、まあ、唯一のねこのシリーズの、まあ、皆さんがね懸念されてる点っていうのは多分このペグですね。このデザインはね非常に可愛らしいオレンジの、しかもコアロハのマークが入ったロゴ、はい、のペグなんですけれども、やっぱりどうしてもフリクションタイプ使いにくいなっていう考えてるね思ってる方も多いんじゃないかなと思います。そういった方はねぜひまあ UPT なんか後藤のね、ペグに交換するっていうことももちろん可能ですので、そのあたりぜひご相談いただければと思います。はい、ということでこちらコアロハオピオシリーズですね。 KSO の02ソプラノロングネックモデルでございます。なかなか木目の綺麗なこちらの個体が1番の個体、はい、なっております。ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。